今日はですね、消える魔球にチャレンジしたいと思います。何で、一応ね、方法2つ考えてます。1個がね、さっき作ったこの黒ボールです。もうボール黒く塗ったら見えへんやろっていう、まあ安易な発想ですよね。で、もう一個がですね、まあ、今年東京オリンピックで伊藤選手が、野球の伊藤選手がロジンつけすぎてボール見えないっていう韓国側からのクレームがあったっていうのをちょっとね、ヒントにロジンボールとラケットにつけまくって打ってみようと思います。まあ、オイロジンですね。一時期噂になったオイロジンですはい。で、最初ね、黒いボールからいきます。で、一応西川コーチにリターン入ってもらいます。リターン入ってもらって西川コーチ判断で見える見えない判断してもらおうと思いますんでね、頼むで。はい、お願いします。頼むで。はい、お待たせしました。はい、それじゃね、最初黒ボールの方から打っていきたいと思います。滑らんか。いくで。最初軽くなって
でもなんかごめん、まあ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 、だ手につける必要はないラケット手につける必要はなかった間違えた野球じゃないですしまった、めっちゃ滑るやんボール1個取ってきてめっちゃ滑るやんミスったなんで手につけてるのかな食べちゃうからミスったうわお色じん、お色じんうわお色じん、お色じんお色じんボールに最初めっちゃ待ってるなそれじゃあやっていきまーすいやそこめっちゃすごいですよねジョークみたいなギアセガンいやギアセガン出てますよオーラ出てますよあっ急だよどぼーべ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 そうですね、ごめんなさい適当言いました
はい、なんや。以上でーす。